今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。皆さんこんにちは、サルです。先日購入したセリア新商品の OD 缶ケース。以前の動画で蓋を切り取ってみました。切り口のバリを研磨して滑らかになったら手持ちの OD 缶を入れてみます。大小2種類の穴あき OD 缶ケースが完成。持ってるストーブやランタンを取り付けて、このケースの耐熱温度である80度を超えないように眺めて楽しんでいたんですが、複数の視聴者さんからやり方次第では転倒が可能というヒントをいただきましたので、これはやるしかない。やれってことですよね。鹿番長や EPI 製品のストーブなど、教えてもらったヒントをもとに物色してみますと、結構使えそうなストーブが見つかりました。ポイントは大きなバーナーヘッドと高い位置についているヘッド、そして遮熱板が備わっていれば完璧です。ちなみに私が持っているのは全くダメで、ヘッドは小さく首が短いので不向きでした。良さそうなストーブ2種類を購入して試してみます。一つ目は EPI ガスのネオストーブです。ヘッドが大きく首も長いのでいけるかも。恐る恐る着火してみますが、つまみを回してもガスがなかなか出てこないので少し焦りました。と、ここで話が脇道にそれてしまいますが、このストーブの使いやすさに驚愕しています。ガス調節ネジの精度が今まで使ってきたどのストーブよりも精巧でした。炎の大きさを微調整したいときに、つまみは結構回せるんですよ。これはすごかった。EPI がすごい。手で OD 缶の上部の温度を確認しつつ燃焼中です。大丈夫そうなのでもっと強火にしてみますが、皆さんは決して真似しないでください。自己責任でやってます。やはりこれだとですね、全く熱くはない感じですね。ヘッドと OD 缶が離れてるということが結構重要なんだと思いました。また炎が上に伸びるので、横とか下には熱が伝わってこないような感じじゃないかなと思うんですけど、大丈夫だなと思ったので、もう少し詳しくきちんと温度を測って確認をしておこうと思います。そうそう、この実験はあくまで個人的な興味を検証するためにやっていることであって、皆さんにお勧めするものではありませんので、その点を間違えないようにご注意ください。OD 缶を使うガスバーナーの場合、バーナーの上に乗せて温めたり焼いたりしたものが落ちてくることもありえますので、実践でやってみるまではどのような点に危険があるのかまだ分かってません。液晶が見えてないんですけど、このパネルの温度計は現在 18.7 度ぐらい、スティックの方も 18.7 度ぐらいと、まあ、こっからスタートです。スティック温度計は OD 缶の上の端あたりにセンサーを近づけて温度変化をモニター中です。念のため手のひらでも温度を伺いつつ慎重にやってます。OD 缶の上端は約20度に上がりました。火力をマックスにしてみます。すごいです。パネル温度計の気温が約20度でしたが、スティック温度計の方は 21.2 度。バーナーヘッドの形と首の長さによって、OD缶に届く熱が大きく変わっているように感じました。
ところで皆さん、本題からそれてしまって申し訳ないんですが、どうしても言及しておきたいことがありました。トロビモードの安定感に驚いてるんです。この EPI ガス初めてかな。驚きのあまり実験目的を失念中です。なんかこうカメラをねいじったりしても夢中です。このストーブのあのガス調整機能、一体どんな繊細な調節機能が備えてるんでしょう。私が知ってる過去のガストーブともう段違いですね。このトロビモードですよ。トロビができるっていうことはですね、ということでいよいよここからはですね、クッカー底面からの輻射熱を確認してみます。そこが少し大きめのシェラカップで試してみました。これでもし問題がなければ使用可能と言ってもいいんじゃないでしょうか。開始前の気温は21度です。中火にして確かめてみましょう。これでもさほど輻射熱は強くなくって、 OD 管上部で22度ぐらい。沸騰が近づくにつれて温度が少しずつ上がりましたが、上がり方は思ったよりもごくわずかでした。沸騰直前です。沸騰した湯からも熱が届きますね。湯が沸騰したので、ここから1分間は全身で集中して温度変化をモニターしています。はい、やはりそこまで熱くはなりませんでした。やはりヘッド形状と首の長さがいいんですかね。そんな気がします。気温は現在 21.8 度で、オーディ管上部は26度ぐらいになります。オーディ管ケースの耐熱温度は80度でしたので、現時点では問題なし。さらに1分後も27度くらいでした。結構順調です。ちなみに当然なんですけど、バーナーヘッド近くは熱いですね。手を近づけてみると高さによって熱さが全然違ってるのが分かりました。バーナーヘッドの高さも重要な要素だと言えます。冷えていく時のチンっていう音がいいですね。首の長さを測ってみました。バーナー下部から OD 管上部まで65ミリぐらいでした。SD を使ってトロビテストをやります。そんなトロビできたっけっていうね、ちょっと不思議だったんで、ここで同じ幅広ヘッドの ST340 と比較します。こちらもとっても良いバーナーだと思ってるんですけど、 ST340 の炎も均等に燃えてとっても綺麗なんですね。で、目一杯絞ってトロビモードを試します。先ほどの EPI がなんせ衝撃でしたので、 EPI に比べるとトロビは少し不安定かなっていう気がします。おお、消えちゃうじゃん消えてしまいました。なんていうことでしょう。EPI の方が優秀だな。これ率直な感想です。
念のためもう一度確認してみますが、シビ缶は新品の岩谷を使ってます。ただ、より大きい缶を使った方が減圧が少なかったので、より正確に測定できたのかもしれません。この時は小さい缶を使っちゃいました。EPI の方が優秀だな。そうなんだ。そうなんですかね。これしつこいようですけど、私にとっては極めて重要なことなので、再度 EPI のとろ火を観察してみます。場合によっては一軍交代もあり得る。重要なテストです。目いっぱいとろ火モードにしてみました。あえてここノーカットでお送りしてます。まあ相当安定した燃え方ですね。これガスが長持ちすると思います。すげえ優秀だな、これ。コスパが良さそうですね。めちゃめちゃ優秀やん。さらに調節ネジを絞ってみましょう。もう、ちょっと現実的じゃないぐらいですね。もはやいじめてるレベルかもしれません。が、しかし、それでも、消えかけているようで消えてません。安定してます。これは過酷な一軍試験。すごいな、これ。いやー、メーカーホームページで確認してみたところ、EPI ガスはとろ火の精度にこだわっているようです。めちゃめちゃ優秀やん。いやー、すいません。動画の趣旨が変わってしまいました。お会いします。より大きな輻射熱を試すために、キャンドゥの鍋でいきます。15センチぐらいあります。ということで、ここからは最終のテストです。この広い鍋底からの輻射熱でも問題がなかったとすればですね、プラ製の OD 缶カバーも使えそうです。気温は 20.3 度。1回ごとに換気をしてますっていうのも、本来このストーブは屋外で使うものだからですね。今回は検証なので屋内でやってますが、今のところ全く熱くはありません。輻射熱結構大きいと思うんですけどね。小さい気泡がプツプツしてきました。パネル温度計の気温は現在 20.4 度。スティック温度計で測った OD 缶は22度ぐらいですね。問題になるような暑さにはなりませんでした。これでも別に問題ないな。沸騰した、沸騰。ほぼ沸騰しましたね。ここから1分間ぐらいやっとこうかな。沸騰すると鍋からもですね、熱がきますからね。気温が21度、OD 缶上部が今25度ぐらいです。まあ、実験しながら感じたことなんですけど、バーナーヘッドがこういう形の場合だと、熱が下の方へ伝わりやすいような気がするんですね。逆にこのような形になっていれば、炎は上に上がるので下には熱が伝わりにくい気がします。あとはバーナーヘッドの高さですかね。首が長いストーブはやっぱり有利だと思いました。こんなもんか。沸騰後1分間、気温は22度弱で、OD 缶の上端あたりの温度が30度弱です。29ぐらいやったね。やはり鍋が大きいとですね、輻射熱も大きいので、温度は先ほどよりは明らかに上がってます。
中だね。それでもこの結果から判断すれば、プラスチック製の OD 缶カバーであっても、まあ、使用条件が整えば使用は可能でした。大きな問題はないな。これはちょっと私の中で新しい発見でしたね。そうだな、これぐらい離れとけばいけるんだな。まあ、6.5 センチあったもんな。あんな人までね、ちょっと近いと熱くなるだろうな。けどあくまでもプラスチックなので、あの自己責任ということにあり、あのおすすめはできません。では EPI ガスの方は片付けまして、比較のために超小型バーナーでも測ってみましょう。軽量コンパクトが特徴のストーブになります。